こんばんは、仰天のです。イエーイ。こんばんは。いやーマジで本当に今日めっちゃ暑かったんですけど、マジでやばかった。いやなんかもう暑いとか言うじゃない、なんかもうやばかった、なんなんやろね、もう本当にやばかった。いやみんなマジでやばいなと思ってる。だってさ、私もレッスン場行くまでにさ、まず、まあ、家から電車のとこまででもう暑いじゃん。で電車からレッスン場まででもう暑い、もう汗かくやん。でレッスン場でもさ、なんか冷房かかってんねんけど全然暑くて、なんか汗がひかんまんまレッスン始めてぶっ通してずっとレッスンしとったやろ。だからもう暑だし、でさレッスン場から駅まででもうまた暑ってなるじゃん。で駅からさ自分の家まででも暑ってなるじゃん。なんかさもうさほんまにさ、なんやろ、なんか私あのファンディハンディファンでさブーってやってんねんけどさ、まあそもそもにさその外だとね、もう風がまず暑いやん。だから暑いじゃないですか、まあ、電車の中で冷たい風とかって言うと涼しいってなるけどさ、止めたらもう暑いねん。もう暑いやん、ずっと暑いって感じでさ、もう顔周りだけ湯気出てんねんちゃうかっていうぐらい顔周りがめちゃくちゃ熱くて、そうめちゃくちゃ熱くてさ、でさ家帰ってきたらさ、私さなんかなんて言うんだろう、普通あんまり顔赤くならないんですけど、マジで顔が天然チーク出てました。普段どんだけダンスであっても天然チークが出ないこの私が、だってそれこそ言ったらマジ昔とかで言うとアンナ先生の講演のレッスンやっても一日中ね、あのめちゃくちゃ厳しいレッスンやってもほっぺたがピンクにならなかった私が、ほっぺたがピンクになっちゃって、家帰ってきて速攻でもあのシャワーを浴びてさっぱりしたんですけど、もう保冷剤でこうやって顔をもうほてって、もうこうやって顔をもうこうやってやって、やばかったマジで、ほんま、あ、暑すぎん、ちょっと。っていうぐらい、ほんとに暑かった。マジでやばい、ほんまに。びっくりしたわ、なんか。今までで一番夏暑い気がする、今年。と思ってびっくりしちゃった。だからみんなあれとかやった方がいいわ。あれシュッシュッシュってさ、なんかシュッシュってやったらさ、なんかあの冷たくさなるやつあるやん、冷たくなるやつ、なんかサーモグラフィーとかでもさ、シュッシュッシュってやったやつだけさ赤くならんと青くなってさ体温下げてくれてますよみたいなやつがあるんやけどさ、あれみんなやった方がええわ。外仕事の人はマジでほんまにやつやばい。もうだから私最近さレッスンの時、まあ、飲み物飲んでるんやけどさ、まあ、ぬるいわけじゃないですか。だからもうさ駅の自販でさ、高いねんけどさ、もう駅の自販でさ冷たいジュースさ買って飲んでしまう。今日も飲んだけど、なんかもうほんま暑すぎて耐えられない。うん、耐えられないからさ、ほんまに暑すぎてびっくりするぐらい。
そうマジほんまみんなも気をつけて。もうバチバチに暑いからさ最近とっても大変。外回りの仕事の人とかきついね。外仕事の人とかマジできついやろなって思ってる。いつね、本当になんてこった。早く梅雨明けしてほしくないなって思ってしまう。この状況ならなんかこの状況ならちょっと梅雨明け大丈夫ですっていう感じ。だって梅雨明けしたらもっと暑いで、雨も降らなくていい梅雨明けで、あ梅雨前梅雨明けせずにって感じ。もうほんまにこの雨降ったらもうじじとじとベト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 って感じで嫌じゃん。だけどもう梅雨明けしたらもっとピーカンになるじゃないですか。だからさめちゃくちゃ嫌だよね。室内作業だけど天井なんとかしすぎて冷房効かないのだって、え地獄じゃん。もう暑すぎ灼熱じゃん。暑すぎてコンビニ滞在長くなりそうだもんね。えマジで。でもそんなよりさっさと帰りたいよな。日焼け対策もね塗ってるけど、塗ってるけどもうめちゃくちゃ焼けてるよ。やばい絶賛日焼け中。早く冬来てほしいと思う。なんで夜配信しなの？え、夜配信してるやん。もう夜やけど。え、もう夜やん。これをまだ昼って言うの？それはちょっとやばい。いやまあ一番いいのはさ車だよね。車もさ乗る最初はさわっつーってなるやん。ついてないけどもエアコンブーンってやってさ、ブーンってやってさもうグワーって当ててもらってさ涼しいよね。乗った瞬間暑いねんけど、その後さえ乗り越えればマジなんとかなる。車で回ってんねんや、ええー、なー、ええー、なー。車持ってないから基本電車なんでね。私の交通機関は電車か徒歩しかないのでもう無理。どっちもどっちです。痛っ。やばい。なんかさ帰ってきてさ疲れてたんか結構な時間寝てしまった気がする。私結構ガチ寝してたんですよね。最悪。結構ガチ寝しちゃってで起きてショールームやらんとと思って
ショールーム今やってるんですよ。で終わったらご飯作るんですけど、このあともうやばい、夜寝れなくなるかも、最悪。でも最近12時過ぎぐらいにはもう寝てるんですけど、昨日も12時ぐらいに寝たし、今日も寝ないと。明日もね、明日、今日よりレッスン朝早いんですよ、時間が。今日も朝から昼過ぎまでレッスンだったんですけど、明日もね、今日よりもっと早くレッスンなんですね、朝だから起きないといけないので、マジ早く寝たいんやけど、もう間違えて夕方寝ちゃったからさ、夕方っていうかもう夜寝ちゃったからさ、やっちまったぜ。いやマジ規則正しい生活しとったよ。だってあっちにおる時あれですよ、5時20分とかに起きて、一日中なんかいろんな仕事して12時過ぎぐらい寝てましたからね。しかも死んだように。布団入った瞬間寝てるから記憶ないですもん、もう入ったところから眠すぎて。ね、仕事が終わった時でも普通に7時とか8時とかに起きて、12時ぐらい、12時、過ぎ1時前ぐらい寝てって感じの生活してるからね。昨日も12時頃寝たし、今日も寝たいんですけど、寝れるかしら。寝ちゃったからさ、結構ガチで寝てしまった。なんかやっぱ暑いとさ、余計に体力使うのかさ、もうパタンっていっちゃうんですよね、疲れすぎて。そう、暑いからさ、日光が。でもってレッスンなんてバリバリにさ、体動かしてるからさ、こう短期間にさ、覚えないといけないじゃないですか、立ち位置と歌と、歌は後でいいんですけど、立ち位置とさ、ダンスとさ、この決められた時間に覚えないといけないって、めちゃくちゃ集中してるからさ。でもって外暑いしさ、あとは帰ってきたらもう結構疲れたってなって、多分もうで寝ちゃうんですよ、すぐ。そう、でも今日それこそ今なんてサムネイル公演ちょうどやってるんでね、公演あるメンバーは結構きついと思いますね。そう、レッスン終わって、でそうね、ちょっとしてから公演のレッスンだったから、今日レッスンがちょっと巻いたからね、あのレッスン、劇場のレッスンまで1時間ぐらいちょっと空いたんですけど、そうだからね、今日出てるメンバー大変かも。今日はね、ゆかねんさんが出てるんですよ、だから私出てなくて、私今度22に出るんですけど、今度22なんで、次。そうなんです。でもだから最近はずっともうあれですよ、レッスンした後公演ばっかですね。卒業公演の時とかもレッスンした後公演とかが、あ、携帯あった、普通になってくるのかなっていう感じですね、本当に22日も多分朝からレッスンして、そのまま劇場公演みたいな感じだし、なんなら20日もね、ハッツの卒業公演なんで、ハッツの卒業公演の日もレッスン朝からして、ハッツの卒業公演なんで、大変ですね。やばい、やばい、雫公演やばい、お子さんと起こしてない。
もうやばい、マジで。起こせれないかもしれない。いつぶり出てないんだろうっていうぶりぶりに出てないからね。いつ出たんだろうね、逆にね。ラストだったからね、雫公演ラストに出たけん、私は。4月4日以降ですかね。4月4、あ、違う、4月21日以降だね。たけん。4月、5月、6月、7月。ちょうど3ヶ月ぶりぐらいですね。なんで結構やばい。なんか結構なんやろ、細かいところから一瞬あれってみたいな、わかります？あれ、これ1本やったっけ？ 2 本やったっけ？みたいな。だからね、マジでね、ちょっとね、本当わからないです。不意にね、1か2かグーかパーか分かんなくなっちゃうんですよね。明日も普通の何コンサートのリハ、コンサートのレッスンと初の卒業公演のレッスンがあるから、明日も2つレッスンっていうか、もはやずっとレッスンだわ。ずっとレッスン、ずっとレッスン。まあだってもうあと2週間しかないですからね。7月終わるのも、次も8月ですからね。早いですね。で、間にお話し会とかもね、挟まってますし、あとメンバーの卒業公演とかもね、ありますからね。そうそうそう。結構ファンの皆さんも、まあそのもし当たったりとかしたファンの人だったら結構忙しいのかもね。こう初の卒業公演とかさ、いっぱいいろんなメンバーのナイキとかさ、マリアとかさ、いっぱいこう卒業公演がき、あの決まってるメンバーとかのやつさ、もしさ、お推しでさとかってなったら結構あれですけどね。波動も出るけど、波動はもうコンサート終わってからやから、そんなんもちょっと後で、それもちょっと後で、コンサートまでの予定でいっぱいいっぱいなんで、ちそう、今のもういっぱいいっぱいって感じ。これが終わった。したなっていう感じでね、やっていきましょう、皆さん。15分経ったかな。なんかさ、やばい、最近さ、ユリナの画面に15分来ましたって出んのやけど、私その15分出ましたっていうタイミングで下向いとんかな、こうやって。え、昨日に引き続き15分ですよっていうテロップを一つも見れないんだけど、出てるのか、もはやそのタイミングで私が下を向いてるのか分かんないな。ちょっとじゃあ終了にしちゃいますね。私は今からご飯を準備したいと思います。なんでちょっとこの辺で終了にしたいと思います。ランキングです。13位しんどさん、12位ヤングさん、11位沢本さん、12位西枕さん、9位タカさん、8位岡山さん、7位ナッティさん、6位ゼロさん、5位ナーニャネモさん、4位、春太郎さん、3位、光の百翼さん、2位、幻さん、そして今日の第1位は、リッチーさんです。イエーイ。というわけで、今日も見ていただきありがとうございました。というわけでね、
はい、皆さんほんまに暑いからマジ水分はガブガブ飲んで、でそして体力もつけないといけないので、しっかりご飯は食べて、食べたくないなと思うけど食べて、食べたくないなと思うけど食べないと、今のこの時期みんな体調崩してるからほんとバイ菌にやられるので、食べたくないなと思っても食べて、水分とって、もうなんかあの冷感グッズ何でも使って体温下げて頑張ってください。というわけで私も明日も明後日も頑張ります。じゃあ皆さん、それじゃあバイビー、バイバーイ。